今度行くマニラについてもっと聞きたい。以前書いたフィリピンの記事に関してこんなメールをたくさんもらった。同じ日本人が自分の住む海外の街に関心を寄せてくれてるのは嬉しい。住んでいるフィリピンは場所によって言葉はもちろん人の性格も文化も様々だが、滞在が長いマニラについては比較的詳しく語れる。フィリピン・マニラでの過ごし方。外出時の持ち物。パスポート。パスポートは常に携帯。なくすリスクよりも持っていなくて不審者と思われる方がまずいので。携帯は街中の至る所にあるスタバやモールなどのフリー Wi-Fi スポットでネットが自由に使え、変なアプリのインストールやパスワード入力が求められる日本より便利。俺はマニラのモールオブエイシアで購入したモバイル Wi-Fi ルーターを常に携帯していた。通話については、日本から持参したスマホでキャリアの海外サービスを利用。日本から持参した SIM フリーのスマホに現地で SIM を購入して利用。通話用の安いガラケーを購入。5000円程度でも買える。こういったところからだいたい選択することになるが、日本の海外サービスは高額になるのでお勧めできない。コンビニなどでスマートかグローブのプリペイドカードを使い、チャージすることで通話やモバイルネットサービスが利用できる。財布はホールドアッパーにあった時のために捨ててもいい別の財布を用意し、数千ペソを入れていつでも渡せるようにしておきたい。抵抗さえしなければ命までは取られないので。フィリピンはアメリカ同様チップの社会。レストランではチップのためにわざと小銭を混ぜてお釣りを返してくるので、それを置いておく。ジープニーなど利用するときは、などは、小銭は何かと便利なので、ポケットにいつも入れておくといい。とは、勝也さんの教え。チップの相場はよく聞かれるが、決まりはないのであなたの気持ちで。俺の場合は20ペソくらい渡すことが多く、マッサージの時などは100ペソ程度にしている。クレジットカードと外貨両替。大金をちらつかせるのは物騒だし、彼らにとっては日本人の所持金はいつでも大金。通貨を気にしなくていいので、クレジットカードがやはり便利。それから外貨両替については、空港はレートが良くないから、トマラテなどの街中のマネーチェンジャーを利用する人が多いが、慣れていなければあなたの安全を優先すること。持ち物、とにかくスリに気をつける。人混みやいつも混雑している MRT などの電車の中では特に。バッグは極力持ち歩かない方がいいが、持つなら体の前などいつも見える位置で持つようにする。男性はお尻のポケットには貴重品を入れないこと。ビジネス開業のために斎藤さんたちと歩いていた、アヤラ駅の構内に、フィリピン人の女性警官が、貴重品に気をつけなさいと話しかけてきたが、数週間後にフィリピンの友達がスマホをやられたと聞いて、それが日常茶飯事なのだと悟った。それ以来、電車の中では大事なものをジーパンの前ポケットに入れ、そこに手を入れて守るようにしている。マニラでの食事。コンドミニアムなど長く滞在するなら、自分で材料を買って調理すると非常に安く済むので、ぜひトライされたい。フィリピン料理は野菜が少ない気がするので、意識して食材を選ぶなどの工夫を。俺はこちらでも自分で扱う栄養補給食品を仕入れ、毎日食べているが、もしなかったら、勝谷さんのように痛風コースか糖尿コースを選んでいたと思う。外食は特に日本人の多いマカティやフォートボニファシオなら、ローカル料理以外にも和食や各国の料理が楽しめる。コンビニで自分でパンとソーセージを挟むホットドッグにはまり、毎日2つは食べていた方が。だが、こちらの弁当だけはまずくて口に合わず、添加物だらけとはいえ、日本のコンビニ弁当がいかに美味しいかを思い知った。ファーストフードでおすすめなのは、チャオキンのシューマイ。ジョリビーは、子供を取り込む CM が功を奏してかマクドナルドよりも人気がある。ストリートフードは、お腹に自信があるならバーベキュー以外にもビビンカ、タホ、チッチャロン、ティキャムなど独特の食べ物が楽しめるだろう。スタバはあちこちにあり、各国で価格を変えない戦略を取っているため、こちらで普通にスタバに入っている人は比較的余裕のある人だけ。マニラでナイトライフ。男性限定かもしれないが、沖合やゴーゴークラブと呼ばれる場所に行くなら、未成年を捕まえないようにくれぐれも注意されたり、また誰かと一夜を共にするなら、宗教上、否認をしないことが多いフィリピン人相手には自己責任で臨むこと。マニラベイカフェという悪名高いマラテで、さらに悪名高い売春専用のバーがあり、そこでビリヤードを楽しむ勝也さんやジョアンに会うために、数週間毎晩通っていたことがある。特に優しくて太っ腹の日本人男性は人気で、ほぼ数分おきに女性が声をかけてくるが、ここにいる女性はスタッフを除きほぼ100%が売春婦という圧巻の光景。売れ残った女性は明け方になると500ペソでいいなどと泣きついてくるほど。このバーでは、一緒に飲むふりをしながら睡眠薬を混ぜ、寝たところで貴重品を盗んでいく昏睡強盗の話が多く、被害に遭った日本人の話したこともある。貧困や仕事を見つけることの困難さ、一部の人のモラルの低さ、この国が抱える根深い問題を垣間見たエピソードだった。フィリピンでの男女関係。フィリピン人と恋愛するなら、
男性がその女性の家まで花を持っていくなどの文化があることを知っておくと、あなたの情熱が試されることがわかる。フィリピンの習慣、例えばクリスチャンの国なのでクリスマスが何より大切なイベントだったり、毎週日曜は教会のミサに参加するといったことを理解してあげることが大切です。結婚は相手がお金や日本へのビザが目的でないことをしっかり確かめた上で慎重に。またフィリピンにはバクラ、つまりお釜やトンボイ、お鍋が非常に多いので、怪しいと思ったら性別を確かめること。前に滞在していた片倉さんは、俺でも見分けがつかない綺麗なフィリピーナがバクラであると気づかず、ウキウキで恋愛を楽しんでいた。長期滞在でお手伝いさんを雇う場合、その人と恋愛になるケースが外国人との間に多い。心から信頼できる人に出会えたらラッキーだが、お手伝いさんが家のものを持ち逃げしたケースが残念ながらあるので、心を開くまでしっかり信頼関係を作っておきたい。